クラウディア。あ、ごめん、仕事中だった。ううん、大丈夫だよ。ではこれから友人と商談がありますので失礼させていただきます。もしかしてあの人ってクラウディアの…ライザ！ごめん。あ、私こそ大きな声出しちゃって。あの人とは本当にただの仕事つながりなの。会ったのも3回くらいしかない。そうなの？すごい親しそうに話してたけど。女性に対して結構手の速い人ってことで有名な人なんだよ。え？あの人が？そう、商談中も関係なく食事だなんだって誘ってきて困る人なんだよね。けど仕事だから無限に断ることもできないし、ライザもいい人だからって簡単についていったらダメだよ。分かった。絶対だよ、ライザは可愛いんだから本当に気をつけてね。大丈夫大丈夫、そんなことしないよ。島では先生も私もクラウディアの前では肩なしだな。